では引き続きまして私の方から新製品のご紹介をさせていただきたいと思います。まず新製品のご紹介の前に日本のワークステーションのマーケットはどうなっているかというところを簡単にご説明させていただきますけれども、私どもおかげさまをもちまして今日本で5年間連続でマーケットシェアナンバーワンを継続中です。ここに見ていただくようにですね、直近の数字もですね、40% を超える数字を出しておりますし、今年もですね、またマーケットシェアナンバーワンというのは確実だと思っておりますので、6年連続も近いかなというふうに思っております。マーケット自体もですね、ワークステーションのマーケット自体も先ほど上司の方からも話がありましたけども、ワールドワイドでも伸び出しているということであるんですけれども、日本もですね、やはり日本の中核となるその製造業がこう息を吹き返してきたりとか、あとクリエイターの方々も非常に元気になってきてますので、そういった中で日本のワークステーションの市場自体も伸びているというふうにお考えいただいて結構です。IDC のデータだとかを見ていただくと、そういったデータになっております。で今回ですね、先ほど上司の方からも話がありましたけれども、モバイルワークステーションも Z ブランドということで、私も今までエリートブックというモバイルワークステーションだったんですけれども、 Z ブックスという名前で Z ブックというブランドで、デスクトップワークステーションも Z、 ディスプレイも Z、モバイルワークステーションも Z ということで Z というブランドに統一をさせていただきました。最初にモバイルワークステーションの新製品についてですね、ご説明させていただきますけれども、今回ですね、新しいモバイルワークステーション、こういったこれは17インチの筐体になるんですけれども、HP のですね、新しいアイコンを適用したですね、ものになっています。こういう角が丸くなっていたりとか、黒いのとか、あとはここのサークルですね、HP のサークル。全てが HP のアイコンを用いたものに、新しいアイコンをですね、用いたシリーズになっております。それ以上にですね、私、今回非常に、エキサイトしているのがですね、これ17インチなんですけれども、17インチ、15インチという王道のですね、モバイルワークステーションに加えてですね、今回世界初になるんですけれども、ウルトラブックのモバイルワークステーションを発表することになりました。ウルトラブックですので、皆さんのご存知の通りですね、サイズですとか、あと重さっていうのが規定されております。それに合うだけの軽量、あと薄型っていう形になってますので、非常に、モビリティを重視した製品ということになりました。で、こちらをですね、業界初、世界初のウルトラブックワークステーションとして、12月の中旬頃にですね、販売開始を予定をしておりますので、ぜひ、ご期待していただければと思います。私どものモバイルワークステーションの差別化ポイントとしていろいろなものがあるんですけれども、これはもう今までも継続してずっとやってきたものですので、特にというところではないんですけれども、一つはやはり15インチ、17インチにはサンダーボルトを搭載しました。これは14インチは搭載してないんですけども、サンダーボルト。あとは今回のですね、Z ブックシリーズは業界初になるんですけれども、先ほどもジョッシュが言いましたけれども、サポートに関して非常に重要視しています。私ども今回の Z ブックに対しては標準保証でですね、3年間の休日終日付きのオンサイトサポートです。今まで大体ノートブックの標準サポートというのはセンドバックというタイプなんですけれども、このモバイルワークステーションに対しては標準でオンサイトのサポートが提供するということになりましたので、よりですね、プロフェッショナルユースの皆様には満足していただけるサポートを提供できるかなと思っています。
で、モバイルワークステーションの製品ラインナップですね、今回14インチから17インチということで、まあ、今までと同じ、まあ、これ業界でも一番ラインナップが広いですね。あの他社さんは15インチだけだとか15インチと17インチだけとかっていう形なんですけども、私とも14インチから17インチまで全て取り揃えておりまして、まあ、今回特にですね14インチは軽量、17インチは非常にパフォーマンス重視で、15インチはそのバランスを取ったというようなモデルとして、まあ、色付けをですねはっきりとしたといったところが今回のラインナップの特徴ということになっております。まあ、世界初のウルトラブックということで、数字的に言いますとですねこういったものになります。新製品では厚さがですね21ミリですね、重さが約 1.7キロ、 1.7 キロ弱というものになっています。まあ、モバイルワークステーションとしては非常に軽量で、やはり今までですねモバイルという需要もですね徐々にこうワークステーションで、ワークステーションイコールハイエンド、ハイパフォーマンスっていうイメージなんですけども、徐々にこうやっぱり外に持っていきたいとか、違うオフィスに持って行って作業をしたいですとか、お客様とのミーティングの時に使いたいとかっていうニーズがですね徐々に増えてきておりました。まあ、そういったニーズをですねこれで完全に取り込むことができるかなというふうに思っております。で、まあ、今回の、14インチはですね AMD のプロフェッショナルグラフィックスファイアプロを搭載しております。で、あとハイブリッド生産というふうに書いてありますけども、15インチと14インチはですね、ODM、いわゆる中国の工場であるベースモデルをですね製造してもらって、それを日本の昭島工場に持ってきて、昭島工場で主要パーツをですね組み込むというような生産方法をとってまして、これは私どもハイブリッド生産と呼んでおるんですけども、そういったことで日本生産を実現をしております。15インチに関しては先ほど言いましたようにサンダーボルトの搭載と、でこちらの方は NVIDIA のグラフィックスミッドレンジ、エントリーモデルといったところを搭載させていただいております。で、17インチに関しては、まあ、これはもう一番ハイエンドで、まあ、後で、持っていただくと分かるんですけれども、かなり、重量もありますけれどもパフォーマンスも非常に高いと、インテルの Core i7 のクワッドコアの CPU を搭載したりとか、あとはやっぱりストレージのベイがですね2つありますので、ストレージを2つ積んでそれでレイドを組んでいただくというような非常に高解像性の高解像性の使い方をですね、していただけるモデルというふうに位置づけて、販売をしていくつもりです。で、ワークステーションのですね特徴としては、まあ、私ども先ほど上司が言ってたディビジョンの方でですね独自のソフトウェアを開発しております。そういったものをですねプリロードしたりとか、あと ISV さんとも非常に、緊密な連携でですね、認定を取ったアプリケーションの認定を取ったり、あと先ほどちょっとお話ししましたけれども、東京サポートという、まあ、東京サポートと言ってますけれども、東京のコールセンターでですねワークステーションのテクニカルサポートを受けております。まあ、今回はですね休日対応ということになりましたので、休日も含めた形のオンサイトの修理対応も含められるということになります。あとそうですね一番最後ですね、3年間の休日修理付きハードウェアオンサイト対応、これは業界で初だと。で、想定されるマーケットとしては、まあ、先ほど女子の方からも話ありましたけれども、日本としてもそう大きくは変わってなくてですね、まあ、CAD デジタルコンテンツがやはり大きいんですけれども、それ以外の分野が非常に伸びてきているといったところですね。特に今回のモバイルワークステーションに関しては、その CAD の中でもですね建築とか、まあ、今の復興需要もありますし、今回オリンピックが決まってオリンピックの建設需要とかっていうのもかなり出てくると思いますので、そういったところで建築系のお客様が外に持って使うと、もしくは事務所に持っている建築現場の事務所に持っていって使うというようなこともかなり想定しておりますし、それに似たようなところで使っていただける。あと医療はですね、私どもは結構このモバイルワークステーションをですね、いわゆる看護婦さんが
ベッドサイドに持っていくカードの上にですね、乗っけて使って、電子カルテを通して使ってというような使われ方で、結構私どものモバイルワークステーションを使っていただいているケースがあります。引き続きまして、モニターなんですけれども、新しく私どもZシリーズのモニター23インチ、24インチというものをすでに出しておるんですけれども、今回 Z27i、Z30i ということで、27インチ、30インチのですね、モニターをリリースすることになりました。でまあ、これは2500の解像度のものですので、非常に表示エリアが広くてですね、プロフェッショナルユーザーとしては当然、もう一度これ使い出すとですね、うちのメンバーもみんな使ってるんですけれども、27インチ使い出すと、もう24インチとか23インチとかに戻れないっていうのは、まあ、やはり表示エリアが非常に大きいっていったところは、プロフェッショナルユーザーにはもう必須のアイテムというふうな形になってきているというふうに思っています。今回やはり新しい AHIPS 液晶というものを使ってまして、ここにありますように27インチですと 36%、 30インチですと 34% ほどですね、電力削減をすることができています。まあ、昨今の電力が高騰している中ですね、電気代が高騰している中、こういったことで、ガスタブもですね、お財布にも優しいものになっているというふうに話しておりますし、あと重さもですね、かなり軽量になっています。今までの30インチとか27インチと比較するとですね、重さがかなり軽いので、やはりこういったものって移設をするっていうことが、お客さんの中でもですね、移設をしたりとかっていうケースもあるので、そういった時には、非常にお客様としてもハンドリングしやすいというの利点もあるかと思います。当然HP ですので、業界最高クラスのですね、環境に配慮したものになってますので、こういったですね、各種のですね、環境の認証を取ったりとか、当然、HP としてやらないといけない環境への配慮をきっちりとやった製品ということに、ものに今回のモニターはなっております。で最後になりますけれども、最後に、このデスクトップタイプのですね、Z400、420、620、820に対してのアップデートということで、もうインテルさんから発表になっておりますけれども、アイビーブリッジの G4、こちらのプロセッサーをですね、この400系、600系、800系に搭載することになりました。でもこれはもう皆様も重々ご存知のことだと思いますので、簡単にご説明しますけれども、今までですね、1つの CPU で8コアがマックスだったんですけれども、今回のアイビーブリッジのものになって12コア、1 CPU で12コアマックスです。でワークステーションの場合は、820ですとデュアルコア、デュアル CPU、620のデュアル CPU、搭載可能ですので、デュアル CPU を使うと24コアですね。でハイパースレッドを使うと48コアということで、非常に大量のですね、コアを使うことができるようになりました。で、当然12コア高いんですけれども、今まで通りですね、4コア、6コア、8コア、10コアを出すということで、非常にパフォーマンスを重要とされるようなお客様、特に CAE ですとか、解析系ですとか、あとはCG ではレンダリングをやられるようなお客様ですね、そういったお客様ではもうこういったコア数の多いっていうのを熱望されているお客様がいっぱいいらっしゃいますので、そういったお客様には最適なプラットフォームになるかと思っています。で当然メモリーもですね、動作ブロックが 16% 以上高速ということで 1866MHz、 今までは1600だったので 16% 以上ですね、高速のメモリーが搭載できると。これもう一ついいのはですね、CPU をこう変えれば、いわゆる CPU を変えたことによってですね、システムを変える検証したりとかする必要がなくてですね、CPU を変えることで、OK ということになりますので、高
お客様はですね、心理を変えることによってイメージを変えたりしないといけないとか、そういった必要性がなくなって、お客様のコース、コスト削減につながると、こういったところが非常にいいところだというふうに思ってますし、やはりそれが、まあ、ワークステーションらしさにつながるんではないかなと思っております。私の方からの新製品発表に関しては以上にさせていただきます。ありがとうございました。